あの今後、日本がです、ね、どんどん、ね、アメリカに切り売りされていくんじゃないかという恐れが出てきてるわけですね。あの台湾で、ね、実は今あの、アメリカに対するこう不信感っていうのがこう強まっているということで,でその記事の中、よくよく見ると、公衆、まあ、向こうではあの市内の抗議って書いて、抗中と読むんですけども、抗中をアメリカがしてくれないと、でそれどころか市内と、ね、なんかこう話し合ってるらしい。 もうだから台湾を、ね、売り飛ばすんじゃないかとだからいざという時の台湾とのね台湾の武力衝突ですねシナとの武力衝突が起きた時に頼みにできるのは日本だけだっていう、ね、論調になってるんですけれども私はね日本人多分受け入れないと思うんですね、うんまあ、この間あの台湾で、ね、もし有事が起きた場合に日本の自衛官が何万人も死ぬ確か3万だか4万でしたっけね えー、死ぬっていうことが出てましたけれども、自国民をそこまで犠牲にして、他国を守る、台湾を守るっていうことを、今の日本が是とするかといったら、絶対にこれ認めないです、絶対にこれ認めないんですよ、もしこれやったらですね、もしこれをやったら、内閣、吹っ飛びますよ、いくらアメリカの属国とはいえですね、自分の国とは関係のないところで、衝突が起こったと。 で、それに対して日本の自衛隊が出動にだーっと言って出動できるかと言ったらできないんですよ、それは感情面ですね、こんなことをやったら日本のですね、あんた、内閣が潰れる、もう誰がやっても同じです、これは。